にちは。今日は白鬚神社表側を出発しまして、なんとですね、35年、36年ぶりになるかな、全日本、武術太極拳、大会比赛ですね、これに、千駄ヶ谷の東京体育館で最近は毎年行われているらしいんですけれども、今3連休中の、7月16日2023年、なんとですね、第3回大会の、2部門覇者で、あと2部門も入賞して、4部門入賞してた伝説の私がですね、自分で言うなって、本当35年ぶりぐらいに真ん中、3日連続でやってるうちの真ん中の今日1日なんですけれども、顔を出します。ではでは行ってきます。今とりあえず四月駅に向かって歩いてます。では四月駅に着きまして、7月16日ですからね、暑いです。でこのパターン、キャプテン翼駅で何か催し物に向かうという私のシリーズですけれども、個人的には、武術絡みのイベントに行くというのは初めてなので、 YouTube で初めてですね。昼間なので人がたくさんいるので、とりあえず電車に乗り込みます。行ってきます。千駄ヶ谷駅を出ました。東京体育館は本当に千駄ヶ谷の駅のすぐ目の前です。信号急いであってます。考えてみたら、千駄ヶ谷の駅の反対側に昔全県庁の事務所があって、高校生の時そこでアルバイトしてたんですよね。上司は及川さん。いろいろな方が東京体育館に向かわれてます。多分東京体育館の中のかなり規模の大きい場所なので、どこか一部使って、全日本武術太極拳選手権大会、看板ありました。これです。第40回ですからね、すごいですよね。私がいろいろ賞をもらったのは確か第3回ですからね。当日券売り場というのがあって、入場チケット販売。でも眩しいね。昔の私なら、20歳ぐらいの私なら顔パスだったかもしれないですけど、ちゃんとチケットを買って入りますよ。こちらのチケットを購入しました。会場に入ります。すいません、見えてるよ。あ、私が買ったのか、見えちゃった。ありがとうございます。
きですね。40回大会。見当がつかないので会場内を歩き回ってみたいと思います。ここはちょっと食事カフェできるかな。でとりあえずここはいいとして、やっぱりね、太極拳っていうのが入ってるんで、結構ご高齢の方とかもたくさん会場にはいらっしゃいますね。さんもいたかな。なんかフェイスブックに上がってましたね。会場に着いたんですけれども、こちらにいらっしゃるのはもしかしたら、
前田さんのところの方で経験を教えてる女性の方なんじゃないかなと思ってちょっと立ち止まったんですけど、違うかもしれない。人違いすると失礼なので。そうだ、今日は中国の方もたくさんいらっしゃるので、会社で異動になってから中国語をちょっと使わなくなってきてね、お話しさせていただいたりとかもしちゃったりしましょうか。ビデオ止めますかね。あ、また違うかもしれないですね。話しかけてもらって。ここに入れてたらいいと。まだ若いから、それはちゃんとここに入れてくれたら。
この方なんて言ったかな、ヨウさんだったかな、ヨウ小姐か、ヨウ小姐、小姐は知ってる、水ちょっと動きをしてるんで、すいません。で、直してから入れるって言われて、まあ、大スター一木崎さんを収められたことが、なんかこちらに使われてます。大阪の方なんですよね。でも、あのね、最後だけなんだね。最初の動画すごい良かったんだよね。最後でね、バラけてるの。そういうことはみんなバラげるのは全員わかります。そうでしょ。バラげるとさ、絶対ですよ、触れる。で、もう、もう、きれいです。それで、勉強の方に変えた方がいいかと思って。別に、練習するに、階段を緊急で変えた方がいい。だけど、でも、やっぱり階段は、你好，不好意思，我初次认识的。是不是邢宇春的大师？李九。陆大姐，陆女士。我初次见面，我是陈小野，那个跟那个前田
先生老练是吧？鸟取的。啊，对，鸟取的，鸟取的。鸟取的前田，知道，知道。不好意思，不好意思。你在鸟取跟他练吗？啊？你在鳥取的？不是，我以前，我在东京的，东京的。哦，你在东京。他三十多年前吧，在东京一直练了。对，他三十多年前一直在东京练。我看过你的那个视频，那个背着孩子的，很厉害啊。对，不是，没有，来的。不好意思，这个孩子，我刚才拍视频您的那个谈话啊，没问题吧？啊，那倒没有，如果要取消的话啊，没关系，没有什么需要。不好意思，不好意思，没有什么。您不是那个千田的那个协会里面的？啊，我是的，千田先生的协会里面，您的活动是不是？啊，对他，我每年会去他那边教行语。哦，您的协会也有了。啊，我在东京。你在东京的？我在东京。哦，我不在。要不要宣传？我的 YouTube 刚刚那个会员超了1000多人了。我倒是没有什么需要宣传的，不需要。不好意思，不需要宣传，我不需要宣传。不用消息。好。现在您的学生多少？我没有什么学生。啊？没有什么，很多学生，学生不多。啊，是这样的。你在日本主要干什么工作？我主要就是教课，但是学生不是很多。主要教武术的吧？主要是教武术。真不好意思，我突然。没事，不好意思，不好意思，下去。リクさん、ちょっと勘違いしてました。ヤオさんでもヤンさんでもなくてリクさん、ちょっとお話しさせていただきました。多分こいつ失礼なやつだなと思われたかもしれない。後で前田さんに謝ったりとかしなきゃいけなかったりしないかするかもしれない。背着孩子练三体式っていう動画を見て感動しました。ちょっとお話をしました。リクさんとお話できたので今日の動画はなんか一つ撮れたからありますね。私は単なる不審者としか思われてないでしょうけれども、ビデオ一旦止めますね。症状吉田女子公式体験会第1位吉田智子のあなたは第40回全日本女子体験会選手権大会において日頃の鍛錬の成果を発揮し当初の成績を収めました。よってその栄誉をたたえこれを称します。2023年7月16日公益社団法人日本女子体験会年齢会長加藤克郎大学おめでとうございます。
女子公式対局権の第3位島田あすみ殿、あなたは以下どうもおめでとうございます。皆さんお見つけしてもらいました。おいや先ほど陸先生とご挨拶させていただいて、はい、すごい失礼な感じになっちゃったかもしれなくて、はい、後で謝っておいてください。いやこれちょっと残してね、いろいろ素晴らしい方たちとの声だけのコラボを、はい、まあ、ちょっと撮ったりとかもしてますけど、35、6年ぶりぐらいに、この全日本大会に、あ、そうか、そう、顔出して今すげえ今日感動してるんですよ。飲みに来て会ったのが5、6年ぐらい前か。あ、そう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 。もちゃん帰ってきてて、で昨日ほら山本さんがさ、フェイスブックに夜上げてて、今ね1時間ぐらい前に来たんですけど、木崎さんにばったり会って、木崎さんにばったり会って、全然面識ないのに、木崎さんって話してたら、彼はね、とても礼儀正しい。で、陸先生に無理やりお話をさせていただいて、前田さんのところでというよりも、東京で活動されてるんですね、あの方ね。陸陽はね、八王子だからね。あ、そしたら陸陽先生、そう陽の方覚えてて、あれ陽ロスだったかなと思って話聞くと、陸先生って県議県の先生で、前田さんが上げてた動画か何かで、お子さんを背負って三体式されてるのが印象的でしたよとしたりとかして、前田さんが私ばっかり語ってもしょうがない。吉田君の外で、ね、写真を撮るよ。だから私感慨深いのは、第1回大会と、第2回大会と、第3回大会に出場してるんですよ、私。知ってるよ、ね、そして今日40回大会だって看板を見て、俺が上げてた、上げてた道具じゃなくて、俺が持ってて、前の昔の恥ずかしい動画とかあげないでください。いや、これあげなくて、みんなで見て、若いなって言ってやってるけど、これだよ。おお、前田さんの恥ずかしい動画を。そう、撮るか、違う。前田さんも京都の朝倉元気選手、島田君に対策的な10人南の友達の選手、もしかしたら3年前だから夜一緒にいらっしゃった方ですね。ちゃんと覚えてると思います。面白い系のキャラの方ですね。鳥取の方です。いや、立派に演舞されてますよ。まるで亡くなられたイーハヤを彷彿とするじゃないですか、遠目に見ると。得点 A 組 4.7 B 組 2.36 C
C 組 1.55 最終得点 8.61。 タイの選手の最終得点 8.61 です。ちなみにあの武器なんて言うんでしたっけ？月夜さん。いや今やってんの武術は？え？武術やってんの？もう来年あたりこれ参加しようかな。マジで。何やんの？え？いやあのとりあえず。うん、55歳だじゃないですか今私、うん、55歳で55歳で太極拳とか出るとあまりにも普通だから、うん、激しい動きのやつに出て、うん、びっくりさせようかなと。伝統やる？伝統拳？伝統、いやもう本当にまあ、何拳やってますけども、うん、何拳と言わずね、まあ本当に、いや、市木崎さんとかがやってた日本の、ただ先々回の、うん、ピザとかちょっと詰めないとできないかな、うん、いや年取ったら死んじゃうだ、あんなことだったら。でもね、自分もね、うん、こう長い連行生活の中でも、ね、うん、どうしようもなく体壊したりとかするじゃないですか、うん、今ね、なんかね戻ってきてますよ。戻ってきて、ほら。これね、もう持ってる、これ、この動画。あ、未熟ですよね。Facebook には上げてたら見たかな。あ、どこかな。調子いいね。さんの横顔です。動かなくなった、なんか調子悪いんだよ、やっぱり。まあ、この当時の音は、ね、橋本ちゃんがなんか8月に、うん、そうそう、解決されるんで、うん、飲もうって連絡があって、動いた、ほら、これダメよ、これダメ。これ40年前だ。この間ね、小瀬さんも非核拳講習会に出たんですよ。あ、はい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 、はい、林さんもいらっしゃって書いてたね、そういえばすげえ久しぶりになって、うん、で林さんに会った瞬間に、うん、私常松先生が来てくれたと勘違いしちゃって、見た目で、あれ、あ、そうそうなんですよ、ホジュホジュホジュメイジェンって林さんと握手しちゃって、ちょっと林さんと会ったのも本当に何十年ぶりだった。だって林さんと私で2人で第1回大会行ったんですよ。そうだね、知ってるよ。練習したの。俺が上げてる富山中学の最終得点の2人でやったよ。ねえ。松川選手の最終得点 9.23 です。いや、今日は感慨深いです。今前田さん、今帰ろうかなと思ったんですよ、それで、うん、前田さんを見かけてしまったので、このトークビデオが撮れ高が今一気に上がりました。山地豊選手、香川県武術太極拳連盟。前田さんといえばですね、現在は鳥取県で、うん、名前何でしたっけ、協会の名前は。俺、うん、協会はね、鳥取太極拳協会というと、はい、東院拳社、東院拳社ですね、はいはい、有名な。有名でもないですか。有名ですよ、うん、それでもやってみる、うん、人が少ないから、ね、うちの方は本当に、ね、東院拳社の方で、今回いろいろ参加されてるんですよね。いろいろって出たのが3人だから、 あと子供で出てるのはうちの鳥取県の中の米子市の方の龍華中二歳と、そっちの方の子が出てるんで、鳥取県連としてね、
でもこの全国大会にはまたその中からえりすぐりの人が出るって感じですか、ね、まあえりすぐりっていうほどでもないけど、でやっぱりあのこういうのをモチベーションしなきゃいけないから、こういうところに出てくるっていうのは長剣系とか出る若者います、子供たちがね、あ子供たち、うん、ジュニア部門とかあるの、ジュニア何歳までジュニア何歳までとかないけど、中学生までとか下はそれこそ小学生ぐらいから、家はねそこ18までジュニア、いや来年参加するにはだってどっかで練習させてもらおうかなと思って個人でね、一人だとほらどうしても野外になってこの絨毯の感覚とかが分かんなくてさ、うんうん、高山くん、うん、胸栃木って遠いなと思ってるの、うん、全県協っていうのを後方も、あ、全県協ってあるんですよね、全県協本部ってやつがさっき言った池田君とかが、うん、昔の中野先生ね、中野先生の領域が全県協本部としては今まだ続いてるはずだから、ああ。でもどうだろうな、そうね、千駄ヶ谷の駅降りたのもすげえ久しぶりで、あ、まあ、確かに降りたらこんな目の前に東京体育館あるんだと駅の向こう側で私アルバイトしてましたからね、高校生の時は全県協で事務所で、そうだそうだあれもそうだ、そんなやだったんですか、三浦先生とかね、そうもう三浦先生って言えばでっかいソファーにいつも座ってね、うん、及川さんが上司で定組 4.7 ブラックオイカB 組 2.2 わー、にょほにょほにょ、 C 組 2.5 コーネイムーキン最終的に 7.2 ほら、はい、君だ、いや、何してやってください、ジャッキー犬、モブ人犬のやつ 8.4 君もいさすいもすごいな、ガムトンチャレやしかもすぐ早く話したかったでしょ兄弟の探す気をね、え兄弟の探す気をね、交わしたからいやね、結構すぐ分かった。最初前田さんに分かって、あ、誰だろうと思って。包丁もかん。宮森颯太選手。今適当に作りました。あれから本当にして、すぐと思う。でね、あの、ビンナンゴのね、日本語分かった。リップン、ジップンじゃなくて、リップン。僕で買ったんですよ、CD の本で。何枚買ったんだろう。4枚ぐらいか。すみません、やってください、全然今これだけ一気に上がってますあのこのトークビデオですけど本当ですかどこで撮ったやつ、あのたまにね、あの適当中国語講座になったりとかするんですよ、これやってるよね、あの YouTube でちょろっと見たけど、いいですね、やってるすごい、やっぱりちょっとね、うん、音の出し方違うんで、うん、完全に中国人が歌って違うんで、ただ響きの問題があって、多分中国人が聞いても心地がいい、うん、だから中国人は、ね、どこの人と思うみたいですね、大陸のどこの人と思うみたいな、だから多少発してもどっかにはそこがあるだろうっていう頭が必ず働くから無視はしない、そうだね、あとね、でもね、すごい変なところで夜変なあの客引きとかに話しかけられて真面目な話してると、その前旦那今日は中央からいらっしゃってたんですねって感じで言われることもあるお忍びでみたいな感じで多分、うん、あの立木も警官とかと間違われる、ああそうかなんかそういう調査とかしてるやつがやばいなと思って、旦那なんだ、そう結構それは多いですね、地方行っちゃうとすげえと変化だと思うんだ、でもね、地方はね、チェコまで行って中国を使うんだとか思っちゃう、いや違うし、私の耳が悪くて聞き間違えて地方を言うあれでバンド、いやいや、もうこれは原因不明で、でもね、今これも直そうかと思って、あれもうちょっとつけた、そうなの、うん、どうしたのどうしたのって、もう結構ね、20代、うん、多分ね、パズズだと思うみんな本当にこれでって言うんだけど、そうじゃないよ、20代後半からね、中間から佐藤さんでしょ、耳あの陣営でやってる時に鼓膜破れて聞こえ悪かったんですよ、右か左かどっちか
それ知らないですね。しかも突発性なんでしょうかな。突発性じゃない、あの徐々になんですけど、あと腎臓の問題とかが関係する場合もあって、僕多分、ね、言われてますけど、だから佐藤先生からはね、耳を治すためにいろいろ教わったんですよ。でも未だね、それはでもこれから治しますよ。まだまだ。大丈夫です。あの棚を治す。治しますよ。もう全身今もう治ってきたの。もう来年参加しますから。条件で。条件で。やりますね。絶対やる。単に55歳面白動画のためじゃないですよ。でもそれもあるんですね。それもあるかもしれないけど、でもマジで本当にね、綺麗な人だから歩いたんです。お名前が思い出そうと思って思い出せなくて。野田です。野田さんですね。そう、与田くんの名前が出て野田さんの名前で完全に覚えた。だからね、野田さんがいるでしょ、野田くんでしょ、与田くんがいて、野田くんがいて、あとの方が来てる、今度も来てるし、ややこしい。なお、次の種目、女子マッケンは選手欠場のため、続いて次戦団男子長拳の競技を見ます。山本さんとは山本さんと昨日会った、あ、いや、会ってんの。あ、たまにね、山本さんには本当に飯食わせてもらったりとかね。そうか。そうで、山本さんは俺この前、俺が58の時に4年前にあそこの、ほら、どこだっけ、あそこドバイが俺じゃないし、あっちの京王線の方があれで、ここでやれなかった時に向こうでやった時に、あ、はいはい、武蔵野森ね。山本さんだけど老けないですよね。まあもう今65歳も老けない。なんかね、血管年齢16歳とか26歳とか言ってた。本州に頭髪ね。あ、前田さん腰どうですか。腰は良くないよ。変わらない。普通にピザ毎日やってれば。私の YouTube 毎日ヤーティー、毎日ヤーティー、ぜひチャンネル登録お願いします。シールをここは柔らかくしないと腰に来るから。でもヤーティーですね。いつも言ってもそう。あと公開コーン入ってもあるんですけど、これかな、日を書いて、あと下光かな、座った状態で腰をこう収まって。私これピッチャーできますか。すごい、それすごい。今度はヒョンダイっていうのが、ヒョンダイの韓国語じゃないですよ。ヒョンダイ、ほら、兄弟のこと関東語でヒンダイ、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 トゥダイっていう人、トゥデイのこと、2Dのことを関東語でトゥダイ。今度は映画見たら必ず言うから、聞いてみよう。トゥダイ、ヒンダイ。だから最初の時は香港に行った時に、何でしたっけ、 YMCA 歌った時に、関東語の歌詞の中に兄弟って出てきて、そういう、あの人には変態にしか聞こえなくて、なんて変態なんだろうなってずっと思ってたっていう話が、なんか昔あった。それだけなんですね。でもね、結構韓国語の発音と関東語って似てる。そこもあるでしょ。韓国語、韓国語と関東語似てる。だからそこが、ちょっと例えば陽門って一分っていうじゃないですか。一万ってそこが入る、ちっちゃい字が入るじゃないですか。あ、で韓国語も入るし、 あとエオンっていう音も。だから韓国の自動車の会社で漢字なんだかしちゃって言っても別に、兄弟ってありますよね。で、あれは字は違うんだけど、兄弟って書くと結構関東語の発音が兄弟似てる。見てた。だからほら、昔都があった位置とかの関係で、その今発音が似てる漢字を使ってる漢字圏なので、全然離れてるのに音が似てるっていう現象が結構あるらしいんですよね。今度ね、小野さんに一時この間ね、あの後ですよ、会って、あれからしばらくして、発見したやつですね。同じ感じなんだけど、場所が違うとちょっとだけこのくらいずれるっていう、全部こうやって追っていくっていうね、そういう本が見つかったんですよ。このことはここではこう読むんだけど、ここの一文字を発音記号でアルファベット取っちゃって変え、こことか変えると、どこどこの場所の、音で、その字が変わる場合もあるし、同じ場合もあるし、ここでやっていくと全然全くその漢字の並びとか音を聞いただけじゃわからないものの、意味が分かったりする。でそれを不潔なんかに使って、すごい周りにアピールしたいんです。
本当にだってそういうのあるわけじゃないですか。要するに本当の人とは全然違う音じゃないですか。それにかけて鉄の中に言葉を秘密の言葉を隠し込んだから関東語が分かんなきゃ分かんないわけですよ。だけど関東人はそういうこと自慢しないけど福建人はそれを自慢する。だから高田選手は見返される復讐もやらないと分かんない。福建人は言うんですよ。あれすごい独特だなと思って、結構面白いですね、音の芸会っていうの。昔は畑内に住んでた時にね、近所に、ね、いたんですよ、福建人が。古屋で知り合ってて、向こうの本もすごい勉強してるから、はいはい、私と友達になって、ね、すごいサービスいいんですよ。いきなり電話かかってきて、今アルバイトしてるクラブから電話かかってて、女の子たくさんいるから今から話したらいいいいとか、うん、結構もっと仲良くしておけば良かったかなと。前田さんと野田さんはよく知り合いなんですか？もうだって40年近くなるの、87年からの付き合いだからね、うん、36年とも共にした当時知らなかったんですよ。あ、そうだね、だって、うん、あの第4回大会で初めて会ったので、うん、あの駒沢で、だけどその時はもう出てないもんね。1回目の大会出てらっしゃるでしょ、うん、はいはい、あの時僕ミニは行ってるんですよ。大阪まで行ったんですか？してる森口大会か、これいや関西です。テンプル大会1回目、1回目の大会、うん、2回が森口だ。いらっしゃってたんですね。3回目は川崎だった。おかしい、面白いのまだ川島君まだ思い出せませんって思い出せない。川島さん水天をね、やっぱりやったんですよ。だから林さんの次の次ぐらいの、だからということは養老犬がすぐ次なんでしょ、小野さんの。小野さんの次ぐらいに水天、あのなんかあのジャッキー・チェンの水発線とかね、宇宙に出たのとルーリックのあれ混ぜた、あれ静岡の方じゃない、ね、あの当時は、ね、九州、あの人もともと九州の人で、あとで静岡の方にね、あの所属団体移動したと静岡で、うん、そうですね、うん、細かいことはもう忘れちゃってるところたくさんあるんですよね。だって林さん1回大会私と行ったの忘れてるんですよ。林さん部屋取ってくれて、私と2人でツインのルームで 寝泊まりしてたんですよ、大阪で。機械大会の時それをあれしようだっけって、ね、僕はね、頭の中で話がつながったのがね、川島が昔その1回目の大会の時に民衆がなんか後輩を連れてきた、後輩を連れてきたって、うん、あの時は知り合いじゃないから横で聞いてて、会話の具合で先輩と後輩だなっていうのが分かって、その話をよくしてて、ほいでその今回会った時かなんかにその一緒に出てて、それでいつもあの林秀と一緒に林さんと一緒にいたみたいな話を聞いたの、はい、そうか、あの時に川島君が見てた先輩と後輩、林秀と後輩っていうのは小野さんのことだったの。そう、あのね、そう、こう大阪の大会の時にこうヤージェン林さんしてるから、その上に私は乗ってるんだ。俺がだからね、さっきお見せたあの昔の動画の中にちゃんと映ってるから、武道館地下の、そう、武道館地下の、あれでしょ、あのなんだっけ、あの遠い一本じゃないけど、この子そう、あれそっくりだなと思って、こっちじゃない、こっちの方だ、福山中学のこっちの方でも、また動かない、あ、動いた、これは、あ、都心先生、都心先生、これ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 、これあの牛田さんの発掘権とかやってるやつ、そう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 、この時に牛田さん今どうされてるんですか、なんかちらっと動画、そこにいるよ、その辺にいらっしゃる、うん、連盟の仕事もやってるし、自分の臨床臨床と大連やってる、これは小野さん、そう、え、これ私なの、私だよ、ほら、取っとこう、これに、これ、え、これ林さんなの、そうだよ、もう覚えて、覚えてねえの、覚えてない。伝説の林さんとこうやって大連やってるっていうのはすごいじゃないですか。自分覚えてない、覚えてないのか、いや、なんかね、覚えてるの林さんと、あの機械武術の大連覚えてるんですよ。私がコンで、林さんが三節コンで、これ、あの、ジョー先生、あの、ね、ジョシクテ先生も亡くなられちゃったけど、ジョシクテ先生のお父さん、ジョブンチョ先生にも討論を教わったんですよ、二人。一回
回ね、でもフジテレビでね、氷先生、氷正宝先生と序文中先生がやりたとおりの回伝とかね、あと僕ね、昔の ビデオにね、ベータのっていうのが入ってるから、今はもう発掘のしようがないんですが、探せるんですよ。そうね、なんかあの人たちは結構、大伝の通りに詳しいっていうか。ああ、なんかね、序文中先生がまさかこんなに大伝の通りを教えてくれるとはなと思って、私ね、コーンを構えて、序文中先生が思いっきり三節間バシャーンってやってくれたときに、私の指に当たって、折れたんですよ、指の骨が。でも序文先生ゲラゲラ笑っててすまんすまんって感じで、なんか時々中国人に信じられないことで、俺の目の前でトーンパンって目に入ったらどうするんだよって、いや大丈夫大丈夫ってゲラゲラ笑ってて、その笑いで確かに一瞬痛みは感じなかったんだけど笑うところなのかなと思ってなんかね、不思議ね、あの人たちでもね、あの時序文中先生多分、うん、話をする相手に見えてた。あ、で、はいはい、野口さんも姉妹にはずっと言って、はいはい、これ分かんないところもあったりするんじゃないですか、いたたまれなくなるから、俺見つけたらなんか俺をそのあてがったまま、じゃあ野田さんお願いねって、あ、俺その時に、ね、でお話通じました、中国語通じましたよ、通じました。私あんまり通じない感じがして、でも僕はだって駅にいて帰ってきたばっかりぐらいの時だったから、そこそこ大丈夫だった。私アンキの人ですよね、アンキじゃないの、上海の人。あ、でね、思い出した、焼きそば大好きでね、本当に焼きそば好きで、そこの千駄ヶ谷の事務所でね、焼きそば焼きましたよ、適当にキャベツと肉で、普通にウスターソースかけて、それで焼きそばなら何でもいいって感じで、ジョブチューズウスターソースで喜んで食べるっていう、ちょっとなんか、なんかもう不思議な、本当に焼きそばなら何でもいいんだよ、あの色のついてない白い焼きそばも何でもいい、とにかくフライパンで麺焼けばいいみたいな焼きそば大好きおじさんなんだって、まあおじいさんでしたけど、よく それから言われたらよく会話が成り立つから、僕そんなにあの先生に苦労したっていう記憶はない。あの、今でもあるかな、あの上海の人とかは、なんか僕も結構、ね、南は強いんですよ、北の方言はダメ、あだけど家屋のあんな総集がどうのこうのとか、あのピグワンのね、あの各先生が来た時、だからとりあえず通訳やってくれって小尺に頼まれて、んでじゃあなったけど、生ってたらあれだから、なんか喋ってるやつあったら送ってくれって言って。野田さんの言語能力は相当ですわ。誰ですか？いやいや、野田です。いや、いいね。だから、とにかく空港まで迎えに行って、話すのに、え、なんかこんな人もやるのみたいな感じ。でも学校の先生やってるから、授業になったら結構聞き取れる、あれになる。だから助かったけど。でも、やっぱり、ね、兄弟すごいと思う。絶対すごいと思う。いやいやいや、私は適当ですよ。だから来た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 、昨日すいません、ちゃんと聞いておかないで。山田君、昨日のお友達の名前とか、谷門さん、覚えてみよう。すごい、あとだから今日も来てますよ、何回やってもわかりたい、何とか聞いておくの、何とか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 、応援団的な格好は、今日から2階席から、そさっき南県の結構有望そうな人が一発目でグラついちゃったところからメンタルがやっぱり考えてなくて、その後どん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 グラついちゃうのが、ね、A 組 4.9、どうしても大会のメンタルがすごいです。最終得点 9.28。 日本選手の最終得点 9.28 です。本試験ばっかり続いたりとかするんですか、どっかで。年頭圏の初日だったら金曜日やっても、東京都武術太極拳連盟じゃあ終わっちゃったから、最近の本試験見ましたら、まあ、全然違いますね。そうですね。
今八極拳とかも やるんですよね。あのラキオさんのあの八極もだいぶ今違うんでしょうね。どうだろう、ああいう形が何人かいたけどね。ああいう八極拳そのものが出てくる人が減ったのか。あの長州の八極拳で有名な日本の方なんですけど、リエさん、リエさん、リエさんも今なんか動画上げてますね。リエさんの多分いろんなところで軍艦みたいなやつがあるから、ね、うちの近所の岡山のリエさんの八極拳の見事あるから、昔リエさんの妹さんが、うん、九段下の、九段坂降りたところのホテルで、あの免税店でアルバイトしてて、で佐藤誠二先生が、もう小野くんに紹介したい、小野くんに紹介したいって言って、何度もそこの場所に連れてってくれて、たまたまその日悲願でいないと。だから、上官さんは、佐藤先生は私の彼女に来たかった。でもなかなか会えなかったっていう。さあ、ちょっと俺はそろそろ引き上げる時間だぜ。じゃあ前田さん、失礼します。俺はね、これ、19時とかってなの。そうそう、だけどちょっと用事があるから。野田さん、ではまた。また。よろしくお願いいたします。ちょいきん。ジェイウェイ、ジェイウェイ。ジェイチェン。ジェイウェイはあそこにしたっけ。サンヘウ、サンヘウ。サンヘウの方はジェイウェイ。得点。ジェイウェイ。ジェイウェイ。あれちょっと合うでしょ。はい。ジェイフイでか、ジェイフイでジェイウェイですよね。多分上海、サンヘウ。最近多謝多謝三国关照今ちょっといろいろ中国語講座的にいろいろなことを連れて前田さんにも会えたして、そろそろ会場を引き上げたいと思います。まあ、千駄ヶ谷って言えば都内で近いんでね、なんか東京ぶらり散歩みたいな感じになっちゃいましたけども、本当に、3回大会まで参加して、今日40回だから、正確には37年ぶりっていうことになるのか。そんなになる？あ、そんなになる？いや、30年2回開催された年とかももしかしたらあったんじゃないかな。1回か2回ね。ではでは、帰ります。暑いです外は、会場出るとすぐ千駄ヶ谷駅、ちょっと駅の向こう側もなんか行ってみたい感じがしますね。高校生の時バイトしていた全日本太極拳協会の事務所っていうのはなんか確かマンションがあったと思うんですけど、まあでもそれはいいかって感じかな。
それでは、奇跡の3連休真ん中の日の、昼下がり午後2時、3時かな、2時半ぐらいになったかな、一旦葛飾区の私の住んでいる方に戻ります。思ったらですね、今前田さんがなんか千駄ヶ谷駅の改札口にいたのが見えたんで、カメラを再び回し始めました。あれどこ行った、党員検査、鳥取の党員検査の、トップ前田さんはあれ、なくなっちゃった。あ、ここ改札のところから東京体育館を撮影してたんですね。ではでは。